ーでは毎週金曜日は阿佐ヶ谷手帳ですが、さあ今回はところてん。ところてんにこだわり詰まったところてんの製造現場に潜入しています、はい、あのレシピなんかもたっぷりと紹介してますから、その後にも注目してください。こちらです。うわー、幻想的ね、うん、また晴れてたりすると表情もすごく変わるんでしょうね、うん、こちらはね、もうあの清水町の柿田川湧水、湧水、うん、夏が過ぎ風あたり、誰の憧れにさまよう、青空に残された私の心は秋模様。お元気ですか、井上湧水です。さすが、さすがじゃないのよ。ご挨拶遅くなりました、はい、羽根恵理子です。高所の美穂です。阿佐ヶ谷姉妹です。それでは今週も元気に参りましょう。はい、阿佐ヶ谷姉妹すごい 100% こちらもまた美しいわね、うん、水がすごい綺麗ね。ねえ、富士山に降った雨や雪が非常に湧き出てるんです。柿田川の湧水は名水、源泉に指定されてて、その天然記念物なんかも指定されてるんですって。いや、ヒゲじゃない。いや、もう曇ったよ。まあ、メガネも曇ったんだけどね。私たちはちょっとあの暑苦しい方なんですけど、じゃあね、今週の手帳をオープンしてみましょう、はい、オープン。水の天草と湧水で作るところてん。ところてん、あー、いや、いいね。ところさんの目は点、略してところ点。これだぜな。いやいや、美穂さん、これだぜな。いやいや、私は全然美穂さんだ。これだぜな。これだぜな。ところだぜ。さあ、今回のテーマはところ点。ひんやりと喉越しが良く清涼感たっぷりのところてんは、残暑厳しいこの時期も食べたい食材。低カロリーでヘルシーとダイエット食としても人気です。やってきたのは清水町にあるところてんの専門店、水カッパ。こんにちは。こんにちは。お願いいたします。いらっしゃいませ。こちらところてんを。そうですね、ところてんの専門店。専門店でいらっしゃる。はい、はい、やっぱり今ぐらいの時期が、ね、はい、今が最盛期で大体6月から9月ぐらいが、はい、まあ、一番忙しい時期が、水盛りにとったんです、はい、美味しいものね、はい、こちらではどんなところてんを作られてるんですか。水の天才 100% で使って、あの富士山の湧き水が湧くので、富士山の湧き水で作ってるところてんです。あ、美味しそう、はい、あの今工場で作ってますので、ぜひ見てください。ではお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、工場の方にお邪魔しました、うん、おー、だとこちらは何ですか、はい、これね、伊豆の天草になります。伊豆の天草、はい、こういう感じなんですか。伊豆さんはですね、収穫量はちょっと日本で2番目だったんですけど、はい、まあ、品質はね、日本一、品質日本一、そうですね。伊豆の天草はですね、海女さんが潜って手で取って食べるんですけど、はい、なるほど。じゃあ、で、海女さんのお眼鏡にかなったものを取ってこられるから、そうですね、やっと入りすぐりのものですよね。はい、そうですね。伊豆の天草といっても産地や干し方によって種類は様々。伊豆カッパでは5種類の天草をブレンドして使っています。はい、じゃあちょっと触ってみますか。いいですか、はい、上がちょっと柔らかい、柔らかい、柔らかいっていうか、社長おっしゃったと社長が柔らかいって言ったらいいやつじゃない。いや、柔らかめな、柔らかめの天狗さん自体は柔らかめ、はい、これが煮出したものが、はい、あの柔らかい腰のあるなんかところてんになるわけ、すごい不思議よね、はい、これ考えた人すごいですね、これね、知恵の塊よね。本当は塊だけに、はい、知恵の塊、いまいちちょっと伝わりません、伝わりにくかったですね。ちょっとこちらではどういった製造されてるんですか。これですね、天狗さんは大体まあ5時間ぐらい、5時間もいる、うん、ずっと煮てるんで、重要な工程ですね。はい、はい、後ろで付きっきりで
父じゃん。あ、お父様。あ、天使とその日の御手順見ながら逃げるもんね。毎日毎日同じようにできないから。できない。だからこうやってずっと墓地守る墓地を見てあげる。これは何でわ。でもこれで、はい、こうやって見てればね、はい、海藻パックができる。確かに会社の中にまだ綺麗です。お肌ももう首のこのデコルテなんかも綺麗ですよね。もう86だよ。86歳でそのツヤ加減ちょっと CM 出られますよ。いやちょっとじゃあ私たちも少しだけちょっとね今やってる速乾パックですけどもね。ちょっと5時間以上煮出した液はこの後こされ型に入れ常温で丸1日かけて自然冷却させます。はい、これがところでは煮た翌日1日経ったところ。固まってますね、はい、出来上がったところで。すごいプルプルしたいもの見るの大好きで、すごい興奮してますので、ね、お父さんがもうゼリーやら寒天やら大好きそうなんですよ。ワクワクするとワクワクするのが出ました。そうですね、これで一缶が20キロ、はい、20キロ、ね、だいたい食数でこれで130食くらいで、130食、はい、これでも、はい、お色がついてるのが美味しそうな。そうです、これがね、飴色というか、はい、さらした天草と、はい、あと赤いとかね、色がついた天草を、はい、まあ、程よくブレンドして、まあ、うちのところでの色と。あ、ところでって感じの美味しそうですね、これ、はい、食欲を注ぎますよ。これを今、業務用で作るんですけど、はい、やってみますか。はい、しなかったじゃないのよさん。楽しそうですね。はい、今日のお店ですね。はい、天付きって言うんでしたっけ。そうですね、天付きです。これ業務用の天付きで難しそうだな。はい、おいしい。おいしい。おいしい。これは大体2キロ。2キロ。はい、はい、おさん、グッと力入れて、もう一体
元のね、神田牛。あ、神田牛って、はい、あ、だから美味しいお味がいいわ。はい、みおさん、じゃあ次。はい、次はですね、キムチとワカメのアレンジところてんです。あ、もうこれも簡単に、まあ、乗せるだけです。あ、あら、ありがたいな、そういうの載せるだけで、これ乗せるだけで、ね、はい、まずはところてんもついてありますので、はい、この上にワカメ、で、その上にキムチ。元気ですよね。そうですね、まあ、おつまみな感じで、で、赤いワレをで、あとは、ごま油と醤油ですね。うん、これを混ぜて、はい、すごくあっという間にできました。キムチとワカメのアレンジとこれで完成です。あ、とっても簡単。最速じゃん。火使わないから涼しい料理が。ありがたい。さあ、続いてのお料理は何でしょう。はい、次は冷やし中華風ところで。あ、おいしそう。はい、おいしそう。はい、材料はところてんを麺の代わりに、他は冷やし中華の具を準備してください。これまずきゅうりとハムを切るという、冷やし中華にのせるような、冷やし中華のせるような、はい、きゅうりとハムは細切りに。料理してる感じで、私ね、料理してる感じ出すのうまいのよ。そしてまずは合わせ酢を作ります。砂糖、醤油、酢、ごま油を合わせておきます。で、あとは、はい、まあ、メインのところてんを、はい、突き出して2人前。あ、突き出して2人前、はい、出るかな。ほい、はい、で、今切ってもらった具とかですね、乗せますね、はい、で、じゃあまあ、タレをかけて、はいはいはい、もう出来上がりできました。冷やし中華風ところてん完成です。さあ、3品出来上がりました。早かったです、今日では早速こちらのクラッシュラッシーからいただいてまいりましょう。うん、うん、ラッシーだ。ラッシーよ。書いてみました。ところてんが。うん、あ、食感いいわね。楽しい。食感があるから。そうですね。ところてんがね。ずっと。飲み込みしただけで美味しいスイーツになるわ。では続いて。こちらちょっとおつまみ感覚のアレンジところで、はい、あー、美味しい。合う、合いますね。ピリ辛が、はい、このところてんと食感と合わさっていいですね。そうですね、この本当におつまみな感じ、ちょっとピリ辛だね。あ、またワカメの噛み応えとところてんの噛み応えがまた楽しいですよね。うん、
さあ、じゃあ私が最後に三者の中では一番手間をかけた。人気だということですから、皆さん、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、以上、阿佐ヶ谷店長でした。